戦闘終了ね。よっしゃー！撃滅、殲滅、皆殺しってか。山田さん、楽しく、なかったですか？え？美咲さん、うまく連携できなくて、ごめんなさい。あの、今なら、間に合います。一緒に戻りませんか？無理ね。髪の毛ボサボサだし、傷だらけだし。そもそも、新曲のレッスン一回もしてねえっすもん。それに。まだ、蝶が。わかりました。巡回を続けます。危ないところもありましたが、皆さん、さすがですね。残念ながら、次はいよいよ最後の一曲です。心を込めて、一生懸命歌うよ！では、聴いてください。伝えたい、会えなくても忘れないから、胸に響く君の声はいつも聞こえる。ことの端っこに君とまだこれから話したいことが彼女たちのアイドルとしての能力は素晴らしいと思います。今日のパフォーマンスを見て、ぶっつけ本番だなんて誰も思いません。だいいんじゃないですか。戦わなくても今のまま。この曲無理に聴いてると胸がじわーって温かくなる感じ。みさみさや山田ちゃん、ゆきちゃん、みんな揃ってたらきっともっと素敵だよね。当然よ。どんな時でも観客を裏切らない、それがドールズのステージだもの。さすがに今日はとても緊張しました。ユキさんのパートを歌ったんですもんね。しかも決まったの直前ですし。もうほんとごめん。うちのバカ二人のせいでみんなに、特にしおりとレイナにはすごい迷惑かけちゃった。山田とユキが戻ってきたら、今度こそガツンと言っておくから。山田ちゃん、ユキちゃん、それに美咲ちゃん、戻ってくるよね。来るはずですよ。というか我々の行動は、国土調査員に常時モニタリングされていますから。本気で逃げようと思ったら、それこそ死ぬしか。ダメだよ、ナナミちゃん。そんなこと言ったら。すいません。大丈夫。三人とも戻ってきます。そして今度こそ一緒に、新曲を。ライブ、終わったみたいね。いつもながらの大盛況っすな。自分らがいなくてもいいんじゃないっすか。山田さんの、バカ。お、ユキさんが切れた。バカ言ってないで。まだ敵はいるのよ。へい、
じゃ、ちゃっちゃとやりますか。戦闘、開始します。